異界に女神が降臨した。絶世の美貌を誇るという噂だが、彼女は城にこもっているとのことだった。何としても彼女の顔を見たい、そう考えた豊臣秀吉は意外な人物の手を借りようとしていた。翔海、お前さんにいい話があるじゃ。ある場所にそれはそれはありがたい神様が降臨なさったらしいで。それが、私は選ばれし人間、神の助けなど必要としていない。わっとる、お前さんは実力も才能もあるからな。じゃが、今まで神の力を散々見てきたじゃろ。そんな力とお前さんの才が合わさればどうなる？なるほど、私も常々不満に思っていたところだ。なぜ私が腕輪の持ち主として選ばれないのか。そうじゃろそうじゃろ。じゃからわしと一緒に神のところへ行かんか。お前が神から力を授かる瞬間を見たいんじゃ。そういう話なら悪くない。いいだろう、行ってやる。そう来ると思っとったね。さすがは紹介じゃ。こいつは顔がいいから女神の受けもきっとええ。女に興味もなさそうだし、横取りされる心配もね。さらに腕も立つ。今回の仲間にうってつけじゃ。悪いな紹介、女神に会うためわしの策に乗ってもらうで。あっちゃー、やっぱり男どもが集まってきたね。きっと女神の噂を聞きつけたんじゃな。各家のやつなんて完全に女神を口説く気じゃ。ニヤニヤしよってからね。ミストラス、おや、キリウスト、あなたの永遠に美しい女神に会いに。あいや、えい、タツの神じゃって、いいのかな紹介。各家が先に会っちゃって。紹介殿、一体どういうつもりかな。そんな顔をしても無駄です。抜け駆けは許しませんよ各家殿。うるわしの女神はあそこか。増えた狼どもに囲まれてかわいそうに。この日の死が必ず救い出す。待っておれよ。真田の戦、ご覧あれ。女神と共に美酒を楽しみたかった。諦めるしかなさそうだ。よっしゃ、強敵が一人減ったね。両党も来とったんか。あいつはかなりの美男子、女神もなびきかねえ。女神には綺麗な姿で会いたいからの。紹介には無理が、体張ってもらおうと。おやとくん、漁師殿たちも見に来たのかい。あの城にいるっていう目。なあ紹介、妖刀が目になってまうぞ。あいつの先に行かせていいか。いいわけがないだろう。エータツは私の前にのみ広がっているのだからな。ああ、もう帰ればいいんだろう。この腕が上がるよう頼みたかったってのに。私と出世を競おうとは相手を間違えしよう。おはー、孫一のやつ城の前に陣取りよって。ああなるとてこでも動かぬやつやからな。あの男、どことなく芝生殿に似ている。一見アホだが、それだけだ。おう、来たか秀吉。わかってるぜ。お前も俺と同じ世界一の目。紹介、孫一は世界一の傭兵、
そして世界一出世にこだわる男じゃ。傭兵ごときがこの私の邪魔をしたことを後悔させてやる。はい、退散するしかねえ。覚えてろ秀吉。許せ孫一、いつか必ず寝合わせはする。妙だな、皆が何かを言う前にあの男が口を挟んだ。観察まで来とったんか。あいつは無自覚の女たらし。追い払わんと。お呼びとなれば。紹介は三成と少し似とるわ。才能はあるが生きづらそうなところだかね。踊り続けて。秀吉殿たちも花を探しに来たのですか。滅びを与える。それにしては随分人が集まっているようですが。紹介、軍神の息子が現れたね。この気品、イータツの神様も気に入るじゃん。イータツに必要なのは価格ではない、才能だ。今からそれを思い知らせてやる。よくわからないが、かかってくるなら相手になろう。ただ花を探しに来ただけなのに、ひどいのになってしまったな。軍神、その立場に甘えた結果だ。ちょっと私の観察に何してんの。絶対許せないんですけど。生涯観察の友達が怒っとるで。なんとかしてくれ。観察を傷つけるなんてありえないんですけど。なんでこんなことするわけ。それは栄達の。それにしてもなぜ戦う必要がある。最悪、こっちは何も悪いことしてないし。あ、すまん、本当にすまん。男には譲れんもんがあるんじゃ。ヒサヒデ、女神相手に生命の神秘の研究を。いや、ダメじゃダメじゃ。ようやった、戦もはかどるわ。おや、秀吉ではないか。我が輩の研究の見物かね。紹介、こいつを城に入れたら神様がめちゃくちゃにされてまう。倒してくれ。このひねくれ具合も気に入った。いつか我が輩と組めるといいね。それじゃ。誰があんなくだらんやつ。集まっていた男どもは一掃したね。これで夢の五体目。美しい女神とやらはどこじゃ。わしの主治肉林に加えてやるわ。おい、我が家にわら魂。うわ、また厳しいのが来よった。生涯頼むで。の神ではないのか。うるわしの女神がそばにいるというのに。今度こそ邪魔者はいなくなったね。おほ、活躍した甲斐があったわ。わしらに会いに来てくれるとは。おーい、わしのうるわしの女神、こっちだ。私を騙していた秀吉殿。あっちは紹介。いや、これはじゃな。そう、私に無駄な時間を使わせるとは。帰らせてもらう。申し開きは後ほど聞こう。超特大のお仕置きだよ。
で私まで逃げねばならん。私を差し置いて目立つといい度胸。踊り続けた。おねね様の命令は絶対覚悟してもらいます。秀吉様、私を差し置いて目立つといい度胸。ずいぶん日感がある神でよかったじゃないか。あとはどうぞご自由。普通にマシじゃろ。はあ、さんざんな目にあったわ。噂を信じたわしがバカじゃった。待ってたよ、お前様。ぎえねね、あそんな怖い顔せんと。あれは冗談。わしの女神はねねしかおらんて。調子良すぎだよお前様。今日は大説教。うん、大説教だからね。ねね、やめて、許してくれ。私を騙した罪を償ってもらおうと思ったが、あの様子ではその必要はなさそうだな。まったく、くだらんことに巻き込まれるのはもうたくさんだ。